という職業はアウトプットする職業です。アウトプットするためにはインプットが必要となります。友部幼稚園では、先生たちが学ぶことを日常化するために、インプットアウトプットとしてフリーテーマで疑問点を調べることを課しています。学ぶ姿勢を習慣づけるためのものですので、内容についての真偽は問いません。必ずしも正しいこととは限りませんので、ご了承ください。このコンテンツは音声だけでお送りします。はい、私のインプットアウトプットをお話しさせていただきます。今回、私は肌の乾燥について調べてみました。私自身、乾燥肌でして、今の時期、夏の終わりぐらいから、秋ぐらいから乾燥してしまって、カサカサしてしまったり、ひどい時にはヒリヒリしてしまったりすることがありまして、それとあとお化粧のノリもやっぱり乾燥してしまうと悪いなっていう風に感じることが多くあって、少しでもそれを防げる、どうやったら防げるかなって思ってちょっと調べてみました。それとまずその乾燥してしまう原因として、原因はやっぱり体内の水分量の低下だったり、睡眠不足、それから栄養不足などが挙げられるそうです。なので私は先週1週間毎日水分を多く取るように心がけました。ただその水分を取るだけではなくて、カフェインを含むものが利尿作用があるので、体外からその水分の排出を促してしまうそうなので、水やそれから麦茶、あとビタミンを含むものはいいそうです。また白湯などもいいそうなので、いいと知ったので白湯も飲むようにしました。そして乾燥、体のこう乾燥してしまうのがやっぱりお風呂のお湯の温度も大切になってくるそうで、だいたい目安は40度前後、39度から41度ぐらいがベストな温度だそうです。で私はちょっと厚めのお風呂が好きなので、寒くなってくるとこうどんどん上げがちになってしまうんですけども、先週1週間だいたい40とか41度ぐらいで入ってみると、でさっと入るのではなくて、ちょっと時間を置いて入っていくことが大切だそうなので、ちょっと時間を長めに置いて入ってみると、やっぱりお風呂から出た後がすごくこう乾燥しないというか、こう突っ張り感とかがあんまりこうなくて、いい状態で出ることができました。でお風呂の後もすぐ保湿をすることで、さらにその肌の乾燥を防ぐことができるそうです。子供、大人だけではなくて子供もすごく乾燥しやすいそうなので、やっぱり水分を多く取ることが大切になってくるそうです。なので塩分もこまめに水分を取るように子供たちにも声をかけていきたいなっていうふうに思いました。これがインプットアウトプットです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。